ビーチさんってすごい恥ずかしがり屋ですよね。そうですね、落ち着きがないだけなんですけどね。さっきから僕デジタルカメラで写真パチパチ撮ったり、ビデオでアップバーっていくと居心地悪そうな顔されて、やっぱカメラマンの 本性としてこうアップをね、美奈子さんにしろビーチェさんにしろアップ行くんだけどさ、なんとなく早く遠く行ってよっていうような感じだったんだけどいやそんなこと、あでもどちらかというとカメラを、うん、カメラ捉えることは好きなんですよ、うん、好きなんですけど、うん、いい写真いっぱいあるでしょ。それだけのお顔してたら、いや、すごいいい感じで撮ってくださる方も多いんですけど、うんうん、どちらかっていうとこう本当に時間がかかるかもしれない、なんか普通にリラックスして撮ってもらう、うん、人見知りするのかな。してないつもりなんですけどね、うん、してるのかも、うん、どの辺で遊ぶことが多い？どうだろう、2人公園とか行くこと多いし、あんまり決まった街とか。俺この前決めた公園で、こう思いっきりこう真ん中でど真ん中に寝転んでみようと思って、あこうみんな周りにいるけど、うん、こう一人でずっと空見ててかなり怪しい人にあでも外で寝転ぶのは気持ちよい。うん、この夏に初めてねビーチレイバーデビューしたの。何ですかレイバー？メタモルフォーゼってね、山のねチルアウトなんだけどね、そうエレクトロニカのイベントがあってね、あ行ったの。それで、あ山で音楽って気持ちいいと思う。あ気持ちよさそう。そう、なんか夜ライブを外でしたいと思っているけど、なかなか機会がないのね。ビーチさんの音楽なんかちょっと森の中みたいな感じがしますもんね。そうかな、うん、外国の。あいまいち盛り上がらないけどいいよね性格